さあ、僕は山口県周防大島というところから番組を行っております。 J-Wave Hello World。 まあですね、昨日の放送を終えまして、まあ、2時過ぎぐらいまで軽くまあちょっと打ち上げた後ですね、周防大島滞在2日目の今日、僕 DJ 太郎とスタッフは朝7時からね、早いですね、地元の漁師さんとともに船に乗って周防大島の特産品でありますいりこ漁の様子、そしてそのいりこを加工する工場を取材してきました。はい、実はですね、山口県産の9割を占めるのが周防大島で取れるいりこなんですね。はい、皆さんご存知の通り、いりことはカタクチイワシの稚魚なんです。で、ちりめんになるシラスが少し成長した状態を言いますね。イワシ漁じゃないのっていうと、だからイリコ漁ってみんな結構言うんですよね。結局イリコにするための漁だからというみたいなんですけど、でこの夏に始まるイリコ漁は秋に最盛期を迎え、年末まで続きます。それでは男たちの海、そのイリコ漁の取材の模様をお聞きください。どうぞ。関の船に乗りまして、これからイリコ漁に行きますね。男の海です。ハローはスタッフ、海の男になります。ちょっと曇り空で船酔いとか怖いけど、行くぞ。いりこいりこ、今船で20分から25分ぐらいですかね、漁場の方にやってきました。まあ、いりこイコールイワシで、まあ、イワシ漁なんですけど、最終的にいりこに加工するので、いりこ漁って言っても、まあ、いりこ漁って皆さんおっしゃってるんですよね。今漁場の方に来ましたけど、何せっか船がいて、波はめっちゃくちゃ、なんかこう海がシルクのカーテンみたいにね、すっごい穏やかなんですけど、台風の後なんでいつもよりも海は穏やかみたいです。今ね、分かんないんですけど、あの魚を探す船がいて、無線が入ってね、急にみんな動き出したんで、ひょっとしたらそっちの方に魚群がいるのかもと、今全部で私たちが乗ってる船合わせると4隻の船が向かってます。でね、第一観音丸とね、第二観音丸って船が2隻もうぴったりくっついたまま動いて走ってるんですけど、これすごいんですよね。2隻の船が1隻に合体した状態のままで動いてます。この後網をかける時には2つがこうガーッと離れて誘い込む形になるんですけど、いやー、なんとか1回ぐらい行きたいですね。下ろしましたよ、網下ろしますよ、網下ろしました。早いな、こっから動きが一気に。今2隻くっついた船からもう急いでですね、網をどんどん垂らしてます。長いな網、これ分かんないけど、長さにするとね、本当400メートルトラック分ぐらいの長さなんじゃないかな。すごい。あ、そろそろ網が、うわ、この間ずっと網ずっと垂らしてたんだ。ここに魚入ったら相当な量になりますね。今ね、巻き取りながらクレーンで一回網を高い位置まで上げて、今一回落としたんですね。形がない全くいないです。全くいない、はい、うわー、この時点でいると、なんかもっと、この時点でいるともっとなんか膨らんでる、分からないですね。やっぱり上げてみないとね。こちらの網は残念ながら入っていないではないかと。一つのペアの船は残念ながらダメだったということで、こちら今もう一組の方の船に来たんですけど、まあ持って帰る分だけもないんじゃないかっていうお話でした。最後のいよいよ引き上げです。一応ね、最後見守ってかないとね。あ、今でっかい、超でっかい網ですくい上げようとしてます。どうだ、おー、
らにとってはおおですけど、皆さんにとってはちょっと少ないってことなんですかね。うわでも結構いるじゃないですか。この船早いからね。一応先ほどあの水揚げされた魚が今あのなんかあの吸い取り機みたいなのでバーッと吸い取られて、で今工場の中なんですけど、ここで一気に、釜で茹で上げるってことになるんですかね。来たみたいです、ああすごい、ザルに、あれで重さ測りながらやるんですね。あとサイズを合わせてんのかな、女性の方が水揚げされたやつが少しずつこうザルで、一定の量で来るんですけど、最終的にちょっとこうサイズを、うん、なんとなくこう目分量なんだけどあるんでしょうね、感覚的にね。高さ3センチぐらいの浅いザルなんですけど、そこに少しずつ、魚が均等に分けられて、そのザルがどんどん積み上がっていくんですね。今1、2、3、4、5、6、7、8、9、今ザルごとあのなんかでっかい UFO キャッチャーみたいので積み上げたやつを、うわ熱い釜の中にぐわー、今すごいわ、落としていきます。釜茹でです。うわどのぐらいの時間なのかな、今16段分が完全にすっごいグツグツしてるんですよ。うわ上がりました。2分です。2分ちょうどです。2分ちょうどでザルごとイワシがまた UFO キャッチャーでクレーンで救われました。で今度は僕らの前の方のベルトコンベヤーに置かれます。ちょっと移動します。ザルがゆっくりとベルコンでこっちに来ます。ちょっとサンダーバードっぽいですね。てってげれってげれってってってげれってってって感じです。うわもうすごいいい香りがする。釜茹でされたイワシの、うわいいなこれ、出来たてすげー、どんどんと引き上げられていきます。うわ蒸気湯気がすごいわこれ、光り輝いてますね。うわちょもうちょっと近づいてみましょう。すごい光り輝いてます。いい香りがします。でここで最終的にまあいりこの加工を今後されていくということなんですね。釜茹での作業はもう一人の女性の方がバーってやってて、あと 3,4 人の方でここから作業されるということです。お疲れ様です。